小崎講師は愛知県名古屋市出身の日本の柔道家、行動館五段。1932年に第二本部特会から1933年に行動館からそれぞれ初段を認められ、明治以降の近代柔道において女性として初めて黒帯を許された人物である。小崎講師は1908年、名古屋市中心部に位置する伊勢町にて美術賞。 制限道王天使小崎天台の次女として誕生した。幼少期から活発なお天場娘として鳴らし、近所女学校在学中はテニスソフトボール、陸上競技と様々なスポーツに打ち込んだ。1925年に女学校を卒業後は実家の美術賞にて家事手伝いのみとなったが家事や稽古事を習いつつ縁談を待つ。 当時の子女の当たり前の人生を自分には合わないものと考えていた。そんな折、古書店で偶然手に取った柔道の解説書、柔道大学の内容に感銘を受け、柔道修行を志すようになった。最初は、鶴舞公園の近くにあった大日本武徳会、愛知支部の道場を稽古のない時間に借り、柔道大学を教本に一人稽古を行っていたが、3ヶ月ほど、 それを繰り返すうちに、道場を主に認められ、1927年、武徳館や一支部への入門を果たし、男性門人に混じって、稽古に励むようになった。2年間の稽古を経て、さらに柔道に専入する意志を固くし、天神市に要流師範にして、柔道大学の著者、戸張滝三郎に手紙で弟子入りを来い、大阪の戸張の道場。 勝負官にない弟子として入門を許され、昼間は、戸張の経営する接骨院で下働きをし、夜間に他の門人と共に稽古に励む生活に入った。尾崎が入門した第二本部特会愛知支部、また戸張滝,滝三郎門下では、尾崎が男性に混じって分け隔てなく乱取り稽古などを行うことを認めたものの、女性が修行の証として、段位を進めることは全く前例がなく、 当時を想定されていなかった。尾崎は修行を継ぐにつれて、商談の望みを抱くようになったが、制度上それは困難な挑戦であった。後年、尾崎は次のように回想している。大阪での修行も丸2年経った昭和6年24歳になった私は、またも焦りを感じ始めていました。道場の後輩たちが、一人二人と黒帯を占めるようになってきたのです。 入門した日から私が指導に当たってきた少年が商談試験で初段、つまり黒帯を取るようになると指導者としての喜びを味わう反面、自分が取り残されていくことをここでも感じずにはいられませんでした。戸張先生のお話によると大阪有団社会の会合で毎回のように私のことが話題に上るらしいのですが、その都度中央の行動官でさえ女性には 前例がないという理由で流れてしまうということでした。女性への文庫は、なおも固く閉ざされたままだったのです。内藤1992-136から137ページ紙の、戸張は、小崎の希望を組んで交渉に当たるとともに、小崎自身も自分の実力を大阪柔道会の有力者に知ってもらうため、戸張道場が休みの日には、 積極的に他の町道場へで稽古に赴くようになった。その結果、1931年秋、武徳会大阪支部では、尾崎の希望を入れ、他の男性受信者に混じり同じ基準を突破することを条件に商談審査の受信を認めた。当時の武徳会大阪支部における、初段審査は、受信者同士の試合形式で参照を上げることが合格基準とされていた。 尾崎は男性受信者相手に苦闘し不合格を重ねたが、1932年冬、5度目の挑戦となる商談審査試合で男性3名を破って第2本部徳会所団を認められ、女性として初の柔道黒帯取得者となった。女性に対して商談規則や試合規定をそもそも想定していなかったのは、東京に加納オ五郎が開いた。 行動館においても同様であった。行動館における最初の女子入門者は1893人の足や末子であったが、可能は当初自らの創始した行動館柔道が女子の体育法として適切なものか慎重な姿勢をとり、少数の女子に対し実験的に指導を行っていた。しかし妻、妻、スマコの協力や病弱な門人だった。 安田金氏が柔道を通じ心身とも健康を回復した例などから自信を深め、1923年に行動館海運坂道場で本格的に女子への指導を開始し、1926年には行動館女子部を開設した。一方で、可能の考える女子柔道の理念はあくまで体育法、護身術としてのものであり、行動館では、 女性の試合出場や商談などは認めていなかった。しかし、大日本部特会が行動官に先んじて、小崎に初段昇進を認めたことで、行動官も嫌をなく女性の段位規則の制定を進めることとなった。1933年1月、行動官は前年の大日本部特会での初段認可を追う形で、小崎に行動官初段を認可した。 翌1934年1月14日、行動館の正月協会式の中で、女性柔道家数名による柔道系の演舞が行われ、その席上で、のりとみまさこに飛び商談で、行動館二段、他若干名に初段が授与された。同日、行動館女子入門規定及び商談規則が制定された。溝の口の利子の調査によれば、 行動監資料室に保管されている1931年から作成された行動官の女子入門者の氏名を記載する女子正門帳には武徳会出身者である尾崎の氏名はないが有段社大帳には尾崎の個人票が残されており行動官入門は1932年12月19日初段昇進は1933年1月18日と記されているという 1935年、尾崎は、市の戸張の講演を得て、大阪市天王寺に、実家の古美術展から豪を取った、道場、制限館を開設し、女性初の柔道道場主となった。1937年5月には、最年館で開催された、武道大会において、市の戸張の受けを務めて、天神市に洋流の形演舞を披露し、翌日の朝日新聞はこの時の様子を、 この実唯一人の女流尾崎初段が山和なで子を代表して一万丈の木を履くと報じている。また1939年には武徳会から女性初の柔道練師の称号を授与された。1941年、父の死を受けて大阪の制限艦道場を畳んで名古屋に帰郷し、老母と共に実家の古美術展を整理閉店して、 店舗を改築し二代目制限館を開いた。しかし、太平洋戦争の改戦により経営中断を余儀なくされ、1945年の名古屋大空襲により道場も消失した。戦後は母校である金城学院の校長秘書として勤務する傍ら、柔道整復師の資格を取得。1953年、名古屋市中区大須の 大須観音近くに三代目の制限館道場を再建し、以後は柔道制服師として、中部柔ら製専門学校で、勤務の傍ら制限館で、更新の指導を続けた。80歳を過ぎてなお自ら柔道着に袖を通して道場に立ち、生涯を通じ教え子は1万人を数えたという。1981年に、行道館五段、日本女子柔道界最高名誉顧問、 愛知県柔道連盟参与などを歴任。1997年2月17日、脳梗塞のため、名古屋市中区の病院で死去。去年88歳。1934年に、行動官が制定した女子商談昇級規則において、女子の黒帯は、帯の中央に白線の入ったものと定められたが、尾崎が初段を認められた時にはまだその規則はなく、 また第日本部特会の商談審査を男性に混じって受診し男性を破って初段を取得した経緯から尾崎は生涯を通じて白線のない男性と同じ黒帯を着用し続けた。結婚相手は柔道、子供は女子柔道の樹立と語り、生涯を通じて結婚はせず、黒帯取得後は指導者、道場経営者として後進の指導に専念した。 得意技については、よく聞かれましたが、私の場合大きな相手を倒さねばなりません。一つ二つの技が得意でもどうにもなりませんと、答えている。このため実戦では連絡技を胸とし、戦前に、戸張道場の一員として出場した道場対抗戦や、初段審査試合においては、男性相手に、大内狩り、小内狩りなど足技の連絡技を中心に、 体落ちや巴投げなどを交えて試合を組み立てていたことを回想している。ありがとうございます。